はい、どうもスリービーストの熊岡です。今回もね、最新作のホラーゲームやっていきたいと思います。こちらのゲームですね、海外サイトで、入手したダウンロードしたゲームになります。 Don't go into the basement ということで、もう結構キンキンかな、2021年5月12か13かっていうところで出たと思います。まあ早速やっていきましょう。地下室に行くべからず。ちょっと音大丈夫かな、ちょっと待ってね。はい、OK かな。うん、地下室に行くべからず、12時半ですね。ドット絵のゲームですね。こういう雰囲気も熊岡結構好きなんですよね。地下室はどこなんだろう。ここはキッズンだね。ん？これは絶対フラッシュライトなのに。手に入らないんだけど。ノート、スイープクリーンルーム。なるほど。よいしょよいしょ。はいはい、きれいきれいね。OK、Q、ドロップ。なんだろう。懐中電灯取れないんだ。あ、なんか。あ、ファインダーフラッシュライト。なるほどね、電気が消えましたよっていうことか。 OK、 ブロークンヒューズインベースメント。ヒューズ、ベースメントはどこにあるのかっていう話だよな。ちょっと探してみましょうか。こっちか。おお、入った、ベースメントだ。ヒューズ、これか。これだよな、多分。ん？ファインドニューヒューズ。オッケーオッケー。あ、こっちも部屋あるな。ファインドニューヒューズ。ヒューズ、なんか棒みたいになったね。どっかにあるはずや。ん？どこにあるの？あ、これか。はいはいはい、ここは地下だね。まあ地下に行くべからずというようなタイトルですけど、出すけどって言っちゃった。はい、交換。 OK、 何か出るのかな。特に今のところ大丈夫そうですね。ん？あ、出れなくなってる。なるほど、閉じ込められちゃったよっていうお話か。すげえ、ゲーセンの機械がある。できないんだ。うわ、ゲーセン行ってねえな。なんか久しぶりに来て。チャリンコ、まあ段ボール山積みになってて、これなんだろう。これ洗濯機だね。なんか出てきた。黒い物体かな。あ、バー、ん？ボパークなんとかスタジオさんかな。あ、これで Don't go into the basement 終わりですね。なるほど、一発勝負だな。いや、なかなか勇気のいる決断のホラーゲームかな。まあびっくりする人はびっくりするよね。何でもあの突然出てきたら。いや、なるほどね。結構勇気のいる一発勝負のホラーゲームでしたね。まあ結構ね、前から来るっていう演出に関してはね、どのホラーゲーム、有名なホラーゲームでも出たりするからね、結構なんだろうな、びっくりする演出の一つっていうのはわかる気がするな。はい、ということで、今回 Don't go into the basement というホラーゲーム、ショートホラーですね、楽しませていただきました。また違う最新作のゲームでお会いしましょう。では今回はこの辺で終わりです。